はい、こんにちは、ミカスです。今日はまた三脚のお話になります。今日はね、ちょっと新しい三脚を導入しましたので、それを紹介しようと思います。はい、今日紹介する商品はこちらです。マンフロットです。はい、マンフロットの、190シリーズプロアルミニウム三脚4段で、雲台が RC2 っていうやつですかね、がついてる三脚になります。まあ、約3万円ぐらいする三脚なんですけど、今まで使ってた三脚っていうのが、先日紹介した同じマンクロットのね、コンパクトフォトムービー三脚っていうんですかね、それがまあ5000円ぐらいで、そのさらにもう一個三脚あるんですけど、それがスリックのね、ちょっとなんていうやつか分かんないですけど、3000円ぐらいのやつなんですよ。まあ安定が悪かったんですよね。でどうせならやっぱりちょっと立派な、ね、三脚が欲しくて、それでこのマンフロットの190シリーズってやつを選んでみました。早速ちょっと開けてみますね。こんにちは。よし、うわ、ちょっと、うわ、すげえ立派だな、ってか重い。おっと、かっけえなこれ。ですね、めちゃめちゃかっこいいんですけど、結構重いですね。早速ちょっと見ていきましょう。はい、ではですね、まず足がね、4段なので、こう3つね、ロックがついてます。まずはちょっと広げてみましょう。よいしょ。はい、もうね、すでに足がね、すごいがっしりしてますね。はい、じゃあね、とりあえず三脚伸ばしてみようと思います。ロックがガチッときますね。ロックがね、ものすごくガチッときます。さあ、上の方に来ますとですね、まずこのなんていうんですかね、こう回転する方、ここにこうね、メモリがついてますね。でこのダイヤルで、こう回転しなくなると。でこの、ダイヤルを緩めるとこうの動きができますね。このフリクションダイヤル、これを回すとこの動きの硬さが調整できるみたいですね。でこっちのダイヤルを回すと、このなんていうんですかね、水平が動きます。でやはりフリクションのダイヤルがありますね。ちなみになんですけど、その元々使ってたスリックがこれなんですよ。これね、なんか一回り二回りぐらいちっちゃいな。最初からものすごく背が高い感じですね。さあそして、これがクイックリリースになるんですけど、はい、クイックリリースはここを押して、これをちょっとこう動かしてと、ちょ、今ちょっと片手なんで取りづらいんですけど、よいしょ、取るみたいですね。はい、あ、よかった、コインいらないタイプになってます。でね、ここも金属ですね。はい、でここに水準器が1個、それから雲台の方にも水準器が3個ついてます。いや、かっけえな。あ、そうだ、あとこのダイヤル回すと、こうエレベーターでね、この真ん中の棒がビーンってもっと高くなるっていうものですね。さらにですね、これを一番上まで伸ばした後に、この赤いところを押すとですね、このようにこのように90度折れ曲がります。まああんま使わない機能ですよね。まあ、なんですけど、そういうこともできるというものになってますね。はい、それからね、このこれイージーリンクってやつなんですけど、ここにネジが切ってあるんですよ。でここにオプションでまたこうね、棒をつけて、そこからサブカメラ生やしたりとか、サブモニターをつけたりとかっていうのもできるみたいですね。あ、そう、それから耐荷重は6キロ、フルサイズ一眼乗りますね。はい、でやっぱりね、いい三脚はこのね、安定感が全然違います。ガタつきが全然ないですね。はい、でね、これをこう下げると、こうめっちゃ開くんですよね。他のやつと角度を見ると分かると思うんですけど、こうめっちゃ開きます。なのでより低く撮影したい時は、これ開けばより低く撮影できますね。本格的に撮影したいなって思う場合は、
持ってて損はない三脚なんじゃないでしょうか。はい、ということで今日紹介しましたのはマンフロットの190シリーズプロアルミニウム三脚4段の紹介でした。以上です。でさあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。